こちらの動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。しかしながら私としたことがスポンサーが入っているにもかかわらず、息子の洋服に施されているとあるキャラクターに気づくことができずにそのまま撮影してしまいました。そのため不自然にモザイクがかかった状態での放送となりますが、どうか最後までお気になさらずご覧くださいますようよろしくお願いいたします。それでは動画スタート。はい、サブチャンネルでございます。こんにちは、あやなんです。ボスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日は何をやるかというと、今日はパンケーキを焼きながらママ友の事情とかそういうのを喋りたいと思います。ギッもうポーズがみるみるどんどん大きくなってきて、もう4歳になりました。ご無沙汰してますって言わないと、小さい頃から成長見守っていただいてありがとうございますって言わなきゃ、みんなにお世話になってます。どうもポーズです。シャブーシャブーとか言う。これ変身してさ、あの、うん、みんなに見せたら超あのみんながさ、あの、うん、パンケーキ作りたい作りたいって言うかもしれない。そっち、あーちゃんとポンスの、いやいやいや、もう作っていきましょう。あー、ごめんごめんごめん、長かった、すいませんね。でから、じゃあ早速作っていきましょう。材料はこちら。じゃあ材料紹介します。バター、ちょっと、卵、ちょっと、牛乳、ちょっと、ホットミックス、ちょっと、ユーグレナ、ちょっと、卵、ちょっと。ああ、やりたね、やりたね、よかったね、よかったね、できたね、よかったね。弱いね、入っているおせくさいおじさんです。お、それはい、ということで、はい、タクティスのモノマネでした。どうも、はい、ありがとうございました。タクティスって言って誰が何人座ってくれるんでしょう。はいよー、で早速ホットケーキミックス。ママ、はい、ママ可愛いから、めっ、ございます、よろしくどうぞということで、じゃあまあ、ホットケーキをね、子供たちと焼きながらちょっといろいろ話していこうかなと思います。うん、はい、じゃあポンスさん、ここお願いします。はい、この中にさささっと丁寧に入れてください。そう、全部ね。割れ目から指を入れて、無理無理、あ、いけた。わあ、いや、いかんいかんいかん、こっちこっちこっち、キョッ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 キョ、いいよ、いい感じ、いい感じ、いい感じ、はい、まずでいいよ。どうぞ。このね、うん、なんか餅みたい。で、本日ユーグレナさんとのタイアップでやらせていただいているということなんですけれども、このね、体にユーグレナって知ってるかな。私普通に自分で前から知ってたから、おっって思ったんだけど、なんかお魚とかお肉とか卵とか、もういろんな野菜とかそういう食べ物の中に入ってる栄養素、59種類ものね、栄養素が簡単にこの1本で取れるっていうスーパーフードみたいなものなんですけど、その乳酸菌も入ってんの。バンバンザーイ。で、こちらのね、ユーグレナなんですけど、このまま水に溶いて飲むこともできるし、牛乳とかでして抹茶っぽくすることもできるし、この年だとちょっとなんか飲み物だけで飲むとかだとちょっと気が進まないなとか思われちゃうから、私はこういうだからパンケーキとかに入れたり、あとヨーグルトに入れたり、アイスクリームに溶かしたり、そういう風な揚げ方をすると子供でもすっごい食べやすくなるって感じだね。パンケーキの味は抹茶なんだ。こっちは抹茶にしてみた。飲んでいい？普通に飲んでいい？いい。はあ、うまっ。
覚えてます。うまっ。やっぱ牛乳に溶いて飲むのが私は一番好き。焼かしていきましょう。焼かしていきましょう。ちょっとこれマジこれから熱くなるから入れるの気をつけてね。そうで入れて焼く。今日はちょっと私のママ友事情みたいなことをねちょっと話したいなと思ったんですよ。というのも私ね、このポンスが幼稚園に入り始めてもうすぐで1年になるんですけど、もう最初の半年ずっと私はもうママ友は作りたくない、絶対に揉めるから、もう絶対ママ友作りたくないってもう固くなりそう考えてたの。そんな私が今ママ友と仲良くクリスマスパーティーをするまでの仲になれましたっていうところのねエピソード、イエイイエイっていうところを話していきたいと思うんですけど、じゃあちょっと焼きながら話そうっと。でみんなはさ、こうママ友とかに対しての印象ってそういう感じない？私はすごくそういう印象がある。うわ、なんか柴田さんち YouTube やってるらしいわよ。うちの子は関わらせられないわみたいな。じゃあ入れていきます。そういうさ、ちょっとなんかこうベトベトした印象があったのよ。受験の時から私のこともし知っててうわって思われたらどうしようみたいな風には思ってたんですよ。あーっと焦げていった。許容範囲焦げてる。ごめんなさいね、ちょっと焦がしちゃいました。まず最初にあったのが秋の遠足みたいな。入れて入れて、触んないようにね。それで初めての遠足に行きました。でもまあその日一日は結構難なくクリアみたいな。いつもなんかうちの子が柴田さん家のお子さんに遊んでもらってるって言っててって、今日やった会えたねみたいな思い人も言ってくれたりとかして、そこはなんかもうポンスのおかげで私も命つながれたなみたいな部分はあったんだよね。ポンスナイスって。ポンスがいつも仲良くしてるお友達のお母さんと仲良くなることができて、そこで、まあ、帰り道にこうやって話してたんですよね。遠足の帰りにちょっとじゃあコンビニ寄りますかみたいな。何お仕事何されてるんですか旦那さんみたいななるじゃん。YouTube やっててみたいな。YouTube みたいな。すごいね今っぽいみたいな感じで言ってくれて、東海オンエアって言うんですけどみたいなふうに言ったら、もうママ待って知ってるかもしれないみたいな。ママもうやっとそこで通じるぐらいの感じなんですよ。それですごい私はすごいやりやすくなって、まあ、でもその時ねめちゃめちゃ炎上してたから、大丈夫だったみたいなふうになるわけよ。私もすいません本当お騒がせしました。本当ねママもう会う人会う人に会って謝るみたいな生活をしてたから、あの当時ママあいい感じの焼き加減。その後にね、10月の末にハロウィンパーティーがバス停のママ友で開かれるっていう連絡網が来たの。うわーみたいな。超悩んだのね。このタイミング逃したらもうないなって思って、誘われたのも嬉しかったからさ、行くかと思って、でそこに年齢層的に言うと10個ぐらい離れてる人たちがママ友としてこう同時に集まるみたいな感じなのよ。だから、あね、いい感じに焼けたよ。ちょっとパンケーキ食べようぜ。はい、パンケーキ焼きました。なんだかんだ2個焦げてる。うん、全部美味しい。うん、うまっ。これめっちゃ美味しいからちょっと一口食べに来て。ほら焦げてる。まずね、この7人8人ぐらいママ友の中にこう入ってって、でうもう怖いから私うーくんも連れてったの。やばくない？お願い一緒に来てって言ったら、もういいよ一緒に来てくれて、もう本当になんかマジでもう感謝って感じだった。うーくんに、お名前なんて言うんですか？何々です。あ、よろしくお願いします。どの辺住まれてるんですか？あ、うちらの駅の近くの、あそこスーパー近くていいですよねとか、そういうねなんかご近所話みたいなのして、結構なんかいい感じに場も温まってきてさ、うーくんもいるからもう言いやすいなと思って、私たちあれなんですよ、 YouTube やってるんです、 YouTuber なんですって言ったら、みたいな、美容師じゃないのって言われて、だから私たちのことを美容師夫婦だと半年間ずっと思ってたらしくて、すごい優しくしてもらったっていう、なんかすごいなんかこう感動して、私もうわーよかった話せてみたいな。でそこからもう打ち解けられて、もうめっちゃママ友好きになったっていうね、私が。
そんな感じで私はママ友ができたんですよ。何が大切かっていうと、包み隠さず素直に全てを話すっていうところが大事なんだなって思った。私は等身大で自分をこうちゃんと表現すれば、それをこう悪く言ってくる人とか、それでなんかあの人こうねとか言われることってないなってもう肌で感じた。まあ今はもうだいぶ世間の目も YouTuber に対して理解があるから、あすごいねやってるんだねっていう風に思ってくれる人もね多くなりましたよ。よかった。でも私の想像するママ友とはね、全然違う雰囲気だった。こうドラマとかに与えられるイメージがさ、もうママ友ってもうなんかドロドロで最悪のもう女の嫌なところが出まくる集団みたいな、なんかそういう感じあるじゃん。抹茶の方ね。あ、ユーグレナの方ね。これうまいよね。これパンケーキにこう混ぜるとめっちゃ美味しい。え、ちょっとポンスこっちでちゃんと食べてくれる？いいや、そっち持ってくわ。切ってあるやつね。まあね、なんかいろいろ話しましたけど、嫌だなって思ってることって意外と嫌じゃなかったりしちゃうから、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。でね、今日ちょっと紹介させてもらったこちらのユーグレナっていう商品なんですけどね、これ本当にもうそれこそママ友にみんなにおすすめしたい。概要欄の方にもっとユーグレナの詳細とかは下に貼ってるので、よかったら見てみてください。ということで、今日のサブチャンネルはこれで終わりにしたいと思います。見てくれてありがとうございました。ポンスみんなにバイバイしなくていいの？冷た。ごめんね。ちょっとじゃあ、私だけで一旦さよならさせていただきます。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。